465型は、1991年から1994年にかけて、ブレル、アブ、GEC、アルストムの各社により製造された、イギリス国鉄の電車である。愛称は、ネットワーカー。国鉄時代の1992年に運用を開始し、1997年の民営化後は、コネックスサウスイースタンに、継承2003年から2006年までの、 サウスイースタントレーンズを経て、現在はサウスイースタンが運用している。主にイングランド南東部のケント州の近郊路線で使用されている。465型は、車齢が40年近くに達する415、軽電車の置き換えを目的に製造された。編成は4両編成で、1991年から1993年の 間に製造されたブレル製の465-0型と GEC アルストム製の465-2系、また1993年から1994年にかけて製造されたアブ製の465-1系のバリエーションが存在する。最高速度は時速 121km で直流 750V の第三機乗方式のみに対応した設計である。 制御方式は VVVF インバータ制御で制御装置の半導体素子は GTO を使用する。主電動機は出力 280kW の参照、誘導電動機を搭載する。ブレーキは電磁弁式の空気ブレーキを使用し、制動時はディスクブレーキと改正、発電ブレーキを併用する。角度軸に空転検知装置が設置されている。 補助電源装置は静止系インバータを採用し、直流 110V で入力した電力を、交流 240V に変換して出力する。2005年には465-2系の一部編成を対象に内装を長距離列車対応とする改装工事を行い、一等席の設置や内装の更新が実施された。改造車は4 6 5旧型に改版されている。 2007年465-0型と465-1系の全編成を対象に制御装置の乾燥工事を行うことが発表された。395型と同様の日立製作所製ズイ部,部と VVVF インバータ装置への乾燥が2008年より実施され、対象編成への工事は2010年までに完了している。ありがとうございます。